はい、再びおはようございます。おはようございます。はい、すいません、再びおはようございます。ちょっと前回ツイキャスで顔が映ってないっていう形で、ご指摘があったんで、こんな感じのアングルでやってみようかなと思います。すいません、こっちギリギリこういくか、こんぐらいですね。じゃあこれでちょっと始めますね。おはようございます。さあ、なってるかな、録画になって、ライブになってるよね。ライブになってる。おはようございます。こちら日本第一と、昨年生まれたばかりのまだまだ新しい政党でございます。まだ議員もいません、弱小政党なので、こうやって各駅と立たせていただきまして、ご通行中の皆様に、ご挨拶をさせていただいております。略称は日本一 AMM ジャパンファーストパーティー。党首は前回の都知事選挙で11万4171票獲得いたしました桜井誠が務めている政党でございます。どうか、党の名前だけでも覚えていただければ幸いでございます。私が、国分寺市在住しております、党員の大木と申します。どうぞよろしくお願いします。朝からマイクの音うるさくて大変に申し訳ございません。30分程度で終わらせますので、もうしばらくだけお付き合いください。よろしくお願いします。おはようございます。いってらっしゃいませ。この後この場所をお借りして、拙い話で誠に恐縮ではございますけれども、私の方からお題を、言論の自由、表現の自由、これについて、ちょっとお話しさせていただこうと思います。マイクの音をうるさくて大変申し訳ございませんが、お時間ある方もしいらっしゃいましたら、立ち止まって聞いていただければ励みになります。嬉しく思います。どうぞよろしくお願いします。おはようございます。いってらっしゃいませ。また今日は党の自己紹介という形でこの場所をお借りしております。リーフレットございますので、ちょっとでも興味いただいた方はお持ちください。よろしくお願いします。おはようございます。いってらっしゃいませ。おはようございます。こちら日本第一と、昨年生まれたばかりの新しい政党でございます。今日はこの場所をお借りして党の自己紹介、周知活動をさせていただいております。マイクの音うるさくて大変に申し訳ございませんが、どうか、ほんの少しだけお付き合いいただければ幸いでございます。略称は日本一、英名はジャパンファーストパーティー。政党の立ち位置、スタンスは、保守本流政党でございます。党首は前回の都知事選挙で11万4171票獲得いたしました桜井誠が務めている政党でございます。どうか党の名前だけでも覚えていていただければ幸いでございます。今日はこの場所をお借りしまして、30分ほどで私党員をやらせていただいております。国分寺市在住大木と申します。私の方から、言論の自由、表現の自由、これについて、拙い話で誠に恐縮ではございますけれども、お話しさせていただこうと思います。どうかよろしくお願いします。おはようございます。いってらっしゃいませ。さて、お話の前にですね、私も、冒頭でいつもちょっとこう国分寺市ずっと住んでいますので、時事ネタとして、思いつくことを話しているんですけれども、前回はゴミの話とかしましたけどね。今日はやはり、国分寺に、国分寺市に今足りないものって何だろう、そうやってこういろいろ考えながら、自転車走らせてたんですね。まあでも結構ね、道も まだまだ狭いところあります。例えば本当に狭い道、電柱が飛び出てて、車がもうギリギリ、車と車が行き交うのがもう本当ギリギリのような、そんな細い道まだまだありますけれども、それでもだいぶ整備されておりますよね。特にここの西国分寺なんかは、道もすごい綺麗で、バスも頻度よく出ててすごく便利だなとは思うんですけれども、ただですね、西国分寺駅改札口、駅使っている方はご存知だと思うんですけど、改札なんですけれども1個しかないんですよね。
中央の真ん中の改札で出てきて、それで、こちら側と向こう側にこう分かれるような形で、西国分寺駅ってご存知のない方のためにこう説明いたしますと、電車は、2本通ってます。中央線上り下り、それと南部線上り下り通ってますね。結構立体的な形になってる駅なんですけれども、やっぱりね、改札口もう一つあった方がいいんじゃないかなって私は思うんですよね。すごくこう、まあ何でもかんでも欲しいもの欲しいものあげてるとキリがないんですけれども、ただね、階段の上り下り結構きつい、人は割といるんですよね。だからまあ元改札口1個増やすだけなんで、まあ、そのあたりは、JR さんに頑張っていただいて、なんとかこう検討いただければと思います。あとはですね、国分寺に足りないものといえば、これはもう皆さんご存知の通り、最近移り住んだ方はもしかしたら知らない方もいるかもしれないですね。国分寺市に足りないもの、何だと思いますでしょうか。もう古くから住んでいる方はもう皆さんご存知の通りです。そうですね、警察署がないんですね、国分寺市には。国分寺、例えばこの駅前で、傷害事件がありました。例えばさっき私もこの演説をやる前に、ここでこう準備してたら、おじさんにヘイトスピーチだヘイトスピーチだって言って、すごいこう襲いかかられたんですけれども、あれでもし殴られてたりとかしたら、まあ、当然110番しますよね。で、110番して駆けつけてくれる警察、パトカー、パトカーは PC っていうみたいなんですけども、 PC 小金井から来てくれてるんですよ。小金井警察署の方が来てくれてるんですね。まあ、本当にありがたい限りです。国分寺に警察署がないので、小金井で、管轄していただいている、本当にありがたい限りなんですけれども、今もう国分寺にどんどん人が増えてきてます、増えてきております。国分寺駅行かれる方は分かると思います。3つ国分寺できましたよね。ツインタワーマンション、まあ、単純に考えて数だけ人が増えたってことなんで、これは、ちょっと看過できない、急いでね整備して、国分寺に独立した警察署、国分寺警察署をもう一度誘致したい、そんなような形の活動も私しております。今私天満屋味噌、恐縮なんですけれども、講演会を立ち上げましたので、そちらで、今度、国分寺警察署を誘致しよう、そういう署名活動もしてみようと思いますので、どうか名前だけでも覚えていただければ、日本第一党、この名前だけでも覚えていただければ、例えばパソコンとかで検索して引っかかると思います。どうかよろしくお願いします。おはようございます。いってらっしゃいませ。おはようございます。さて、今日の本題に入らせていただきます。表現の自由、言論の自由、これが今この日本国内でかなり危ぶまれている、この現状、環境、皆様お気づきでしょうか。一番新しい話題としましては、おはようございます、いってらっしゃいませ、写真撮っていただいてました、ありがとうございました、おはようございます。最近実験の話題としましては、2度目の人生を異世界で、こういうライトノベルがございました。ごめんなさい、私は、本屋さんで平積みになって並んでるのは見たことあったんですけれども、まだ読んだことないんですね。マインさんという作者さん、非常に人気が平積みになってるということは、人気の高い、ライトノベル、小説ですね、ファンタジーの小説です。それで、人気が高いから、今度アニメ化がもうすでに決定しておりました。声優さんも、もう決まり、スタッフも全て決まり、アニメ化が決定しましたっていう報告が流れておりましたね。声優さんもね、私が好きな、声優さん、中島さんですね、マクロスのランカリーとかやられてた、あれだ、キュアラブリーとかやられた方なんかが参加する形のアニメで、平積みになってるラノベアニメ化されるんだって言って、結構私楽しみにしてたんですね。そんな状況でとんでもない、
どんでん返しが起こりました。アニメ化中止、アニメ化が中止されることになりました。さらにあんだけ平積みになって置かれていたライトノベル、2度目の人生を異世界でライトノベルが出版停止になりました。電撃ですね。これは一体どういう背景があったか、まあ、もうあのニュースでももうたくさん上がっておりますので、ご存知の方はいるかもしれません。あ、ご存知の方が多いと思います。ですから知らない方のために簡単に補足、今が、2018年ですからもう5年6年前のことですね。この、作者のマインさん、ツイッターをやられていたんですね。で、その当時あった時事ネタなんかに、自身のコメントを付け加えてこう、ツイートするような感じ。ニュースとかよくネットのニュースなんか見ると、ツイッタータグ、ツイッターボタン、フェイスブックボタンとかありますよね。あれでこうツイッターを押して、でそのままニュースが、引用されて、で 上とか下とか真ん中とかにこう自分のコメントを少し足し加えてでこうツイートしていく、そんな形のことを皆さん当たり前のようにやっている作業ですね。それをマインさんもやられておりました。で、どういう、ツイートをしてたかというと、韓国という国が、韓国の話題ですね。韓国内で起きたニュースなんですけれども、ご老人が、戦争を経験したご老人ですね、その方が日本の統治時代は良かったな、日本の統治時代はすごく良かったよなんて、そんなような、ことを言ったら、戦争を知らない世代に、若い世代に、ですから前も話したかもしれないし、朝鮮儒教ですね。じゃあ若い人は、上の発言を常にこう監視するというか、そういうような、まあちょっと、分かりやすく言うとそんなような形ですから、そのご老人の、日本統治自体は良かったななんていう発言、これは、反日教育を今もなお受けている若者にとってはすごく衝撃の裏切りだったんですね。でその若者がその老人をもうリンチ、なぶり殺しにして、殺してしまった、そんなような、痛ましい事件が、お隣の国韓国でその当時ありました。それについて、このマインさんは韓国っていうのは、ファビョンっていうのは、非病と書いてファビョンっていう発音なんですけれども、なんて言うんでしょう、これはうつ病のその、うつ病のちょっとこう変化したような感じ、なんか非病という病気があるらしいです。でそういうような、ことを発言されました。で同じように、韓国では例えば強姦犯罪が多いっていうのはもう皆さん知ってると思います。でそういうようなことを、韓国の漢の字、漢の字ですね、あれと強姦の漢の字をかけて、韓国はしょうがねえなみたいな、そういうような、ニュースから引っ張ってきたこう引用ツイートをしていた。そういうのが 今このアニメ化が決まった今になって、過去にこんな発言してるじゃないか、こいつとんでもないヘイトスピーカーだって言って猛バッシングされて、それに怯えて声優さんたちがみんな仕事を降りてしまった。で、当然ながら今皆さんご存知だと思うんですけど、アニメの制作、これは、韓国の、方とかもすごくこうイラストとか手伝ったりとか、手伝うって言い方じゃないですね、仕事でチームとして組んで やられてる作品がとても多いです。ですから極論言ってしまうと、韓国を非難するような、批判する、韓国を評価する、そういうようなアニメ作品、これは不可能、アニメ化することが不可能だということが今回如実に現れてしまった、まさに表現の自由への弾圧
この事件が、この2度目の人生を異世界でアニメ化中止事件なんですね。過去の発言なんか数えてたら本当にキリがないと思いませんか。今までの人生、人間って1日どれくらい発言するんだろう、1週間でどれぐらい発言するんだろう、1ヶ月でどれぐらい発言するんだろう、1年間でどんなことをどれぐらい発言するんだろう、いつ言ったんだろう、そんなの覚えてますでしょうか。まあ、ツイッターとしてこう日にちが残ってちゃんとこうログが残ってれば発言を覚えてますけれども、そうではなくツイッターの発言、直接のフリートークでの発言、こんなものは私は大差ないと思います。例えば、そうですね、アニメというか漫画なんかでもそうですけれども、あのよくバトル漫画なんかもそうなんですけれども、激しいシーンありますよね、ぶっ殺してやるとか、そんなのもこと国が絡んだだけでヘイトスピーチになってしまう。表現が作品としてのアニメ、漫画、小説、作品としての表現が著しく規制されてしまっている、これは民主主義、日本、先進国、ありえないです。お隣の国チャイナと全く同じような構造、言論が規制される、見張られている、とっても怖いことが今水面下で起こっております。あとですね、先ほど挨拶の時で申し上げました、ヤフーニュース、うちのと日本第一党がヤフーニュースをにぎわせたって申し上げましたよね。これは、まあ、ヤフーニュース、もうテレビの、テレビメディアではもう全くなぜか報じられないので、ヤフーニュース見ない方とかはもう正直ご存じないと思うんですけれども、実はこういう形の党の、収支活動ですね、生まれたばかりの政党日本第一党、まだまだ議員も少ない、皆さんに知っていただきたいという形で日本中至るところで私が今こうやってるこの作業ですね、この業務、マイクを持って、こちら日本第一党でございます、名前だけでも覚えていってください、この業務、これは日本全国各地で行われております、国分寺だけではないんですね。その、業務、私今日は私大木真一が、ここに一人で党の、上りを背負って立たせていただいておりますけど、その日、川崎6月2日ですね、神奈川県川崎市で駅前、ここで、神奈川県の、日本第一党党本部が、企画した街頭演説会ですから、今日は私弁士は一人だけなんですけれども、そうではなく、弁士が何人か用意して、で、それぞれのお題をみんなでこう考えて、でその日に日本第一党ってこういう党なんですよ、こういう党なんですよ、知ってくださいねっていうのでこう企画していた、党の業務、これをですね、ものすごい数の反対派ですから、うちは、まず、政策のトップというか、ここにもリーフレットありますけれども、日韓断交を掲げている唯一の政党なんですね、日本と韓国はもうお別れするべきだと私も今思っております。ただその話はちょっとまた置いといて、そうやってそういう政策を掲げている政党でございます。そして、当初の桜井誠、前回都知事選挙に出ました、その時の動画、ごそっとたっぷり、なぜかこれも消されてしまったんですけど、それでもまだ少し残っております、どうかご覧になってください。都知事選挙の選挙演説であれだけ
隠さずに思ったことをストレートにぶつける。言葉は荒いです。うちの投手は言葉は荒いです。ですがその荒い言葉かもしれませんけれども、その中には嘘は全くないんですね。何も隠さずに自分の思ったことをストレートに伝える、そういうような演説をして注目を浴び、11万4171票、私も投じた一人です。11万4171票を獲得した、そういう人なんですね。そういう人が投資をしている日韓断交、これを政策に掲げている、そんなような感じの、政党なんで、まあ、日本に暮らす30万人の在日韓国朝鮮人の方からは煙たい存在なのかもしれません。あとはやはり保守政党、我々保守政党を立ち上げて、で今こうやって、地道に頑張っております。そういう動きが気に入らない左派の方々、ツイッターなんかでは肉球神道という言われている、これは政党ではない、政党ではないんですね、市民団体なんですけれども、政党と書いてありますけれども市民団体です。そういう方々や、あとはこれはご存知だと思います、ちょっともう今ごめんなさい、すごい、どう忘れでした、野間さん、野間さんがやっている芝木隊ですね、そういう方々が、共産党と一緒になってこうわーっと集まってこう妨害、ものすごい妨害されております。これは、うちの党の有志が動画を消された動画もう一回復活させて上げてくれております。私の、私ツイッターもやっております。ツイッターだと名前が、ひらがなで大木真一という名前でやっております。固定ツイートにしてあります。党員仲間が、上げてくれた動画、それを引用ツイートしたものを固定ツイートにしてトップにしてありますので、どうかその動画を開いて真実をご覧になってください。あの日に6月2日にその場所で果たしてヘイトスピーチが行われてたのかどうか、いやもっと言わせていただきます、ヘイトスピーチを行っていたのは一体どちらなのか、これを皆様一人一人がジャッジしていただいて、ぜひあの動画をご覧いただければ幸いでございます。おはようございます。日本第一党と申します。昨年生まれたばかりの、まだまだ議員も一人もいない、新しい政党でございます。略称は日本一、英名はジャパンファーストパーティー。党首は前回の都知事選挙で11万4171票を獲得いたしました、桜井誠が務めている保守本流政党でございます。どうか名前だけでも覚えていただければ幸いでございます。おはようございます。いってらっしゃいませ。この表現の自由、あ、急にすいません、話戻ります。表現の自由、これを貫こう。表現の自由っていうのは、憲法で守られた我々日本国民の権利です。何を話してもいいんですよ。どんな会話してもいいんです。感想、表現っていうのは感想、もしくは、その感想を聞いたものの、再評価、議論の先駆け、全てがそうです。ある一定の国をその個人が高評価しました。さっきのマインさん、二度目の人生を異世界での作者さん、マインさんですね、あのような形で評価しました。これはこれで一つの表現、言論なんですね。この個人の権利、日本国民の権利はどんなことがあろうとも尊重するべきだと私は思います。私もさっきひらがなで大木真一っていう、ツイッターやってますよって、申し上げました。実はもう一つアカウントあるんですね、ツイッターで。そちらは、もうこんな活動するもっと前に、作ったもの、
好き放題書いてます。書きたいことを、自分の思ったことを書いてます。中には、通報されて消されたものもあります。あ、消されたというか通報されてロックがかかって自分で消したものもあります。それはそれでツイッター社、個のサービスですからね、会社のサービスですから法律とは関係ないところ、そのツイッター社の、ガイドラインに触れてると、その会社が判断したんだったらそれを無料で利用している我々なんかはそれに従うべきだと思うんですね。だから表現がこれはちょっとこいつ言い過ぎてるよと思ったらツイッターに通報すればいいんですよ。あとはもうその会社の判断に任せる、それが民主主義ルールではないんでしょうか。それをおとまろうが一人の人生がかかってたアニメ作品、それを潰してしまうまで話を発展させる、これは本当に怖い、こんなことは絶対に間違ってますと私は思います。で、この言論弾圧、言論弾圧、言論封殺ですね、この動き、これだけじゃないんです。水面下ですごく広がっております。これは言論弾圧とはちょっと違うかもしれないんですけれども、もう一個今話題になっているのが YouTube ですね。 YouTube の動画、これもうね、私なんかもだいぶテレビ見なくなってYouTube よく見てるんで、本当にこの今の環境怖いと思うんですけれども、っていうのはご存じない方、 YouTube あんま見ない方のために、説明します。今 YouTube の動画がなんだっけ、ネトウヨ春の晩祭り、そのようなタイトルをつけられた、ネットでいう炎上祭り騒ぎですね。ですから私たちみたいなこの保守的なそういうようなチャンネルを狙い撃ち、どういうことをしているかというと、その動画をさっき言ったツイッターなんかと同じですね、報告する、 YouTube に報告するっていうボタンがあるんですね。で、そこのボタンを押しますと、この動画は不適切だっていう、もういろんなこの自分が思った感想があって、でそれを選んで何分何秒のところにこういう表現があったよみたいな感じで、書いたりとかして、それでこう YouTube に通報するんですね。それを個ではなく、個の感想ではなく、この動画を潰そうぜと持ち上げて、5チャンネルで持ち上げて、5チャンネルを見ている、ユーザーたちが一斉にもうその動画を見てんだかどうかも分かんないです。で、これを潰そうってなったらみんなでやっちまおうっていう形で、鬼のような通報が向こうに行き、いってらっしゃい、おはようございますで、動画が消されてしまう。その消されるっていうのを、なんかバン、BAN って書いてバンっていうらしいんですけど、私も今回初めて知ったんですけれども、そんなようなひどい妨害行為が行われております。YouTube で動画を配信して、でなんだっけ、 CM 料、広告料を得ている、そういう方々を YouTuber って言います。私は YouTuber たちが、すごいなっていうか、なんていうんでしょう、肯定も否定も、 YouTuber たちは肯定も否定も僕はしてないんですね。こんなような、仕事の仕方があるんだなって、そんぐらいにしか感想はしてないんですけれども、ただ YouTuber たちにはもう動画を撮影して、それを編集して、それをアップして広告収入を得ることで稼ぎしのぎをしている、そういう方もいると思うんですよ。 それが是か非かはさっき言ったように私はもうどっちでもいいと思っております。だから、擁護する意味ではないんですけれども、ただ
やみくもにそんな祭りで動画をどんどん削除していく、まあ YouTube 社 YouTube がやってることなんで、もし YouTube がそれを見て判断してこれは、うちのガイドラインにそぐわないっていう判断して消されるのはしょうがないとは思うんですけれども、果たしてそうなる、そういう表現なんだろうかっていう動画まで消されちゃってるんですね。でもう一つこの場で、この、ネトウヨ春の晩祭り、これをご存知な方いるか、ご存知な方のためにもう一つ今噂になっていることを、ここで公開させていただきます。これの発信者、ネトウヨ春の晩祭り、これをやり始めた大元の元ですね、これは実は保守側だと言われております。保守の大物 YouTuber がこれの発端と噂されております。今日は俗に言う打ち下場なんです。これはもうこの保守界隈、我々日本の文化歴史伝統を守ろう、こちらに、結構もう本当多いことなんですよ。やっぱ自分の信条がこうだと思ったら、レールは本当は同じなのかもしれない、同じなのに、だけど俺の方が正しい、こうやってぶつかり合っちゃうくらいの熱いのが、熱い気持ちが、まあ、この保守なんですね。俺が日本を守ってやる、俺が日本を守ってやる、だからまあそうなのかななんて思ったんですけど、このまあ YouTuber、 この噂が本当だったとしたら、この大物 YouTuber、 彼の、広告、あ、ごめんなさい、彼って言っちゃいましたね、収入を得るためだけに、もっと、まあ、ライバルを潰すためだけに行われている、それに、加担している、まあ、元々の反対派たち、そういうような構図が見え隠れしてきて、もう本当に脱力感があります。この言論表現の自由、これはもう冒頭申し上げました通り、一度発言されたもの、これはどんなことであれとも生まれた言葉、それは尊重するべきだと思います。どんなに激しい罵倒だろうが、ひどい表現だろうが、生まれた言葉、これにはある種発言した側も責任を持つ、それは大事です。私も責任を持って発言しております。覚悟はできております。ですがやっぱ生まれたもの、生まれた言葉、これは言葉狩りのように、揚げ足取りのように、しかも訴求して、今発言したことではなく、何年も何年も前の発言を訴求して遡って、それを追断、糾弾していく、こんなやり方を続けてたら本当に日本は日本じゃなくなります。お隣の国になっちゃいますよ。日本民主主義人民共和国になっちゃいますよ。皆さんが、そういう人がこの今のこの言葉狩り、さっき言ったヘイトスピーチですね、これの真実を見極めること、その段階、今その段階に入ってきております。第一段階、このヘイトスピーチ、規制法、抑止法ですね、まあこれは正式名称で言うと、本邦外出身者に対する不当な差別を、制する法案、そういうようなものなんですけれども、本邦外出身者ですから日本人以外ですね、それが今ヘイトスピーチ規制法という横文字に、ちょっとリベラライズされてしまっており、今日本中に散らかっておりますけれども、これが、流行ってしまった第一段階で、今度は今第二段階で、それを使って言論を封殺しようとしている動き、
これに皆さん一人一人がちょっと危機感を持っていただいて、で、我が、日本第一党の党首桜井誠はあえてわざとですね、ものすごい私たちがやってるののもうトップぐらいの勢いで、トップギアの勢いで激しい言葉を使っております。これはこの今の抑圧されそうになっている言論空間をただ一人で守ってくれてるんですね。うちの桜井誠投手がおとなしくなってしまったらもうあっという間だと思います。この今理念でしかないヘイトスピーチ法、奔放外出身者に対する不当な差別的発言を抑する法案ですね、これが厳格化されますよ。ここまで縮まった言論域を少しずつこうぐっと広げていかないと、これでみんながおとなしくなったらぺっちゃんこです。なんとか発言に自信を持ち、ある程度の自主規制は必要です。ですが発言に自信を持ち、思ったこと、これは自由に表現して構わないんです。自由な発言の中で本当の人間の信頼関係、これは生まれてくると思います。これは古の時代からずっとそうだったと思います。そうやって日本は日本人だけでやってこれました。日本人だけと申し上げましたけれども、もう一つ話題があります。今日はちょっとね、30分の約束なんで多くは触れません。触りだけちょっと お話しさせてください。現在日本に移民が正式に自民党の安倍さんの発表です、正式に受け入れることになりました。ただでさえ水面下で留学生とかあと単純労働者ですね、そういうので、毎年移民の方入ってきておりました。ですがそれが今まで移民は受け入れない、移民政策はしないと言っていた自民党が急に手のひらを返して堂々と正式に移民を受け入れる骨太、何でしたっけ、方針を発表いたしました。いいですか、日本は移民をそもそも受け入れる体制が全くできてないんですね。銃刀法だって聞いております。あとは法規制、例えば、外国人の方も日本に暮らすようになりました、3ヶ月以上暮らしたら住民登録をしなければいけないんですね、そういう法律になっております。で、例えば留学で日本語を学ぶために留学に来た外国人の方、もちろん当然3ヶ月いますよね。だから、お住まいのところに住民登録に行きます。そこまでは別に構わないんですね、住民登録すれば住民税が入りますんで、そこまでは構わないです。ですがそれとセットでもう一つとんでもないものを得られるんですね、この移民の方々は。何だと思います？国民健康保険、国民皆保険、これの権利を彼らは得ます。これが一体どういうことなのか、皆さん国民一人一人が真剣に考えるべきです。今日本の財政は大変ですよね。ですから来年 2% 消費税が上がります。消費税を廃止にする、これが今のデフレ脱却、景気の循環、これには必要だと思うんですけれども、消費税を上げてまで財政が今財政圧迫している、それの一番の原因が福祉、少子高齢化による福祉ですね。そうなんです、
国民健康保険、保険料が圧迫しているからお金が上がるんですね。あ、消費税が上がるんですね。なのに移民を受け入れる、消費税上げるのに、お金がないから消費税上げるのに移民を受け入れる。今のロジックで移民の方は当然3ヶ月以上いますんで、皆さん工房の役所に住民登録しますよね。そして国民健康保険、介護保険を得ることができる。これはですね、マスメディアでは一切報道されませんけれども、私がただここでマイクを握って自分の感想を述べてるんではなく、もうお隣のチャイナなんかではツアー化されて起きてしまっている悲しい事実なんです。がん保険、がん治療、これには1000万以上のお金かかりますよね。お隣自国でやるとしたら1000万ぐらいのお金かかるんです。もっとかかる。だから日本に、例えば留学でもいい、仕事でもいい、そして日本に移住して住民登録し健康保険入り、そして実は働くため、留学、日本語を学ぶためだけではなく、学ぶためだではなく、がん治療、日本のこの進んだ医療、がん治療を得るために来ている。それがものすごい勢いで増えております。よく病院行かれる方は知ってると思います。もう今中国語、あとは韓国語、この通訳が必要なくらい病院圧迫してますよね。大きな病院、ちっちゃい病院はそうでもないですよ。診療所とかそういうのはそうでもないですけど、大きな病院です。ちょっと待合所なんか行くともう言葉飛び交ってますよ。そういうところまで今この移民問題来てしまっております。ただ我々が信じて移民政策はしないと言っていた、我々が信じて一票を投じた、その自民党のトップである安倍総理がこれを始めてしまっております。じゃあ誰に入れればいいんだよ、誰信じればいいんだよ、いないんですよ。この移民政策だけはどこの党もこれに反対してくれてないんです。危ないのに。移民、外国人というと髪の毛金髪で、目の色が違う、そんなようなパッと見分かる方想像されるかもしれませんけれども、一番多いのがそうではないんですよ。見た目全く日本人と変わらない方ですね。今言ったチャイニーズ、あとはコリアン、この2つの国、何が行われているかご存知ですよね。そうです、反日教育が行われております。つまり日本に対して好感を持っていない、日本は昔悪いことをした。私よく韓国人の方なんかと、ツイッターなんかでね、議論で揉めることがあるんですけれども、彼らの捨て台詞は決まって、歴史を忘れた民族に未来はない。そうなんですよ、歴史、これを言ってくるんですね。それぐらい反日教育をされて、もうこれはですね、その人を責められないんですよ。学校で教えられてることなんで、だからまあ学校で教えられてることは普通信じます。だからその人を責めることも、まあ糾弾することも 100% その人を責めることもできないんですね。これは国、
もう国と国との問題なんです。個人ではない。歴史を忘れた民族てか、僕戦争してないんですけど、それで終わってしまうんですよね。もう戦後から70年以上、もういい加減戦後レジームから脱却しないと先進みましょうよ。これから生まれる子や孫、昔日本が戦争したこの事実を伝えることはとっても大事なことです。ですがその責任、それは全然違う問題。責任なんてものはもう終わっております。戦争は終わってるんです。未来に向かって歩きましょう。私はそう思います。最後に、すみません、ちょっと40分ぐらいになってしまいましたけれども、最後に簡単に、党の PR させてください。日本第一と昨年生まれました。まだまだ議員もいない、弱小政党でございます。こうやって、何でしょう、もちろん CM も打てないんで、こうやって党員一人一人が自分の住んでる街角に立ってマイクを握って、日本第一党です、よろしくお願いします、こういう形で自己紹介し、リーフレットを配り、そうやって皆さん一人一人にご挨拶するしか、これが精一杯の政党でございます。なんで精一杯なんだろう。議員が一人もいないからですね。まだ利権も何もないんですよ。全部入党をいただいた方の党費、それと志の個人献金、これでうちの党の運営は賄われております。党費は年間1万円、まあ大政党たちと比べると高いです。ですがその高い理由は、今言った利権のない、全くない、これだけでやらなければいけない、そういう背景があることをどうかご理解ください。それとですね、それだけじゃなく、うちは、20歳未満の、19歳、18歳の方、今、投票権ある方ですね。あとは、その方々は、ユース党員といって、半分の5000円で入党できる、そういうシステムもあるんですね。若い方は特にです。今、全体の、選挙なんかの時の投票率で、48%、国分だと 48%、大体、日本全国でもそのぐらいですよね。と言われております。でそれを分解すると、やっぱり若い方の、政治への関心が少ないですね。若い方はもっと低いんです。ですからそうやって、20歳前後の方々、まあ本当にね、休みの日遊びたい盛り、デート行きたい盛りだと思います。ですがちょっと、こうやって今の日本の現状少し憂いていただいて、自分もそのうち結婚し子供を産み、その子供がすくすく育ち、また結婚し、それを繰り返していくことを少しだけ憂いていただいて、今のこの日本、何かしないとまずいんじゃないか、そういう気づきです。気づき。それに目覚めた方は、ぜひユーストインの、入党も、まあちょっと表現も違うかもしれないですけど、お試し入党ですね。だからまず政治に興味を持つ、その初めの一歩として、そんな形で5000円ですからね、入ってみていただけてはいかがでしょうか。はい、すいません、ちょっと長くなりましたけれども、今日はこのくらいで終わらせていただきます。どうも朝からマイクの音うるさくて申し訳ございませんでした。いってらっしゃいませ。またこの場所を借りて、こういう形でお話しさせていただきます。その時はどうか温かい、賛同いただける方はどうか拍手とか温かい声援いただければ本当に励みになります。よろしくお願いします。先ほどね、朝はね、
ものすごい罵倒を浴びましたけれども、それでも私は全然負けません。あとはね、今ツイッターなんかでもいろいろこうすごい誹謗中傷来ますけれども、それでも全然私は負けません。過去の発言を、これは問題あるんだって思ったその個人のその評価、それはもう自由だと思うんですね。だったら、どうぞツイッター社に通報してください。よろしくお願いします。それではこの場所を借りて、マイクを持たせていただきましてどうもありがとうございました。またどうぞよろしくお願いします。日本第一と、国分寺大寺等院大喜利の、朝のご挨拶でした。どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、ツイキャスご覧の皆様も、ちょっと長くてすいません、お疲れ様でした。じゃあ、またこんな形で とりあえず当分ね、この表現の自由、言論の自由についてのお題で、また掘り下げて、ちょっと戦っていこうと思います。これは本当に今看過できない状況になっておりますので、どうか皆様もツイッター上で拡散活動どうぞよろしくお願いいたします。日本の表現の自由、言論の自由を絶対守るぞ。日本第一党でした。ありがとうございました。